ですもんね、別にそんな。はい。安全運転できますよ。皆さん思ってたとちょっと違うかもしれないですけど。本当に難しいもんですか。いや、めちゃめちゃ難しいですね。最初のは天気も悪かったと思うんですけども、今もまた悪いですかね。まあでも青空もだいぶ出てきましたし、すごいいい撮影もできたんじゃないかなと思いますね。はい、バス釣りが好きなんで、湖とかにはよく浮いてるんですけども、まあ、海はなかなかすごい久しぶりな感じはしますね。免許も持ってますんで、まあ、この辺りだったら船は操船できるんですけれども、まあ、一度本当外国人選手と一緒にこの辺りは出たような気はしますね。隅田川をずっと登ってって、外国人選手だったんで音楽低音聞かせながらドゥドゥドゥって言って登ってきましたけど、で浅草ぐらいでこう戻ってきて、こうまたディズニーランドあたり入ってくみたいなやってました。まあ、まずはそのやっぱ猪木さんの追悼興行から始まったと思いますし、 1.4 のチャンピオンになって4月まで防衛して、まあ、その後ベルトを失いましたけど、またネバーというまた別のベルトを取ることができたんで、初めてのこうタッグのベルト、6人タッグのベルトを取ることができたんで、すごい楽しいですね。はい、もういつものこの一人じゃない孤独の戦いではないというか、毎回こう核となる選手が違うというか、いろんなテーマを持って戦えるのがこのネイバーのベルトなんだなと思いましたね。次の世代の若いのと戦ったりだとか、まあ、AEW であったり、まあ、インパクトの本当トップ選手と戦うこともできたので、まあ、それなりに話題を提供できたんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、ものによってはいろんなメインイベントのカードよりも強かったんじゃないかなと思いますし、うん、まあ、すごい充実はしてましたね。岡田和親が悲鳴を上げる。なんと。でかかったですね。なんかこの、まあ、体の大きさとかではなくてですね、やっぱ存在感のでかさっていうのをすごい感じましたし、やっぱ世界広いなと、まだまだねこんなすごいレスラーたくさんいるんだっていうのも感じましたし、まあ、技術っていうのはもちろんもう新日本プロレスでも、ね、WWE でも、ね、AEW でもいろんなところで戦ってきた技術があって、まあ、トップ選手っていうのもあると思いますし、お客さんをしっかりと背負って戦うっていう部分はあるのかなと思いますね。うん、そういう部分でもやっぱこう新日本プロレスを経験したからこその力っていうのはやっぱあると思いますし、もともとロス道場じゃないですか、新日本らしい練習をしてきたからこそ、お客さんのこうね、全員と共に戦うっていうのもやっぱ上手い選手だと思うので、試合途中のイエスコールもやってたじゃないですか、イエスイエスってやってたんで、いつものチームのブライアンと戦うっていうよりも、やっぱ1対1の戦いにしてきてくれたんじゃないかなと思いますね。多分向こう覚えてないですけど、ちょいちょい合ってるんですよ。はい、まあ、僕がメキシコ行った時にもメキシコの大会来てたりしてましたし、前のロス道場も僕メキシコ行った時にちょっと練習させてもらいに行ったりとかもして、その時にブライアンいましたし、うん、まあ、でもその時でもやっぱアメリカのトップ選手、まあ、インディーのトップ選手でしたけど、そこからもう WWE 行ってあそこまでスターになってですね、はい、まあ、そんなに試合っていう試合はやっぱあまりは見てなかったんですけれども、やっぱこう一緒にこんな練習してた人があそこまでの存在になるんだっていうね、ちょっとそれはびっくりした部分でもありましたし、まあ、僕もそこに追いついてこれたのかなと思いますんで、そういう感慨深さみたいなのはなんかありましたね。まあ、それすごい光栄なことですし、まあ、本当に日本のトップ選手は大体戦ってきましたし、まあ、次は世界っていうことでね、こう世界の選手が狙われるっていうのはすごいありがたいことですね。僕もまだまだやっぱ戦ってない選手、戦いたい選手でもたくさんいますし、そんな戦いをどん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 でこの日本で実現できていけたらいいなと思ってますね。正直なんか世界最高とまではなんか思わないですけどね。はい、ただ僕より優れてるはいないなっていう僕以上はいないっていう感じですね。はい、新日本プロレスでいろんな選手と戦ってきたからこそやっぱ認められた部分っていうのはあると思いますし、どん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 またね、新日本プロレスですごい戦いをしてこう世界に届けていきたいっていうのはやっぱありますね。まあ新日本プロレス以外で面白い戦いはないと思いますね。はい、なぜなら僕がいるからですね。もうほぼ8割ぐらいはやっぱ世界のトップ選手っていうのはやっぱ新日本プロレスの
戦いを経験してきた人たちだと思いますし、そんだけでやっぱトップレベルの戦いをしてるってことだと思うんですよね。だからまあそれを経験しないことでトップになれないと思いますし、そんな戦いのほぼ中心にいさせてもらいましたから、まあ、僕と戦えばそういう戦いができるっていうことだと思いますし、まあ、狙われてもしょうがないかなと思いますね。For January 4th, Wrestle Kingdom at the Tokyo Dome. You and me, one on one, and I am going to get my revenge. バカなこと言ってんじゃないよ。復讐したいのはこっちのセリフなんだよ。お前の右腕をフォローが顔を骨折させようが、こっちはね、一回も勝ってないんだよ、この野郎。ブライアン、イエス。挑戦したいのはこっちだったので、まあ、それはすごいありがたかったですね。まあ、またこのリベンジの機会をもらえたというか、まあ、そんな中でもやっぱ前哨戦はないんでね、こうやっぱこう上がるものはないですけれども、まあ、それは僕に限らずお客さんもそうだと思うんですけども、まあ、始まった時の入場の空気とか感じてもらえれば、やっぱこのカードすごいカードだなと思ってもらえると思うんで、そうなってから僕も上がってくんじゃないかな、気分上がってくんじゃないかなと思いますね。あんだけねこう世界のトップ選手と戦えて負けてしまったっていうことは、やっぱ新日本だったり日本のレスラーの方がね下だと思われてしまうこともやっぱあるんじゃないかなと思うので、そこはやっぱ良くはないのかなと思いますね。しっかりとリベンジはしたいなと思ってますね。まあ、向こうはね腕を折られた、ね、目を怪我させられたといろいろあるかもしれないですけど、まあ、こっちは負けてますからね、まあ、久しぶりのタップで負けっていう負けもしてますんで、前回は向こうのホームでしたけども、まあ、今回は僕のホームだと思うので、その借りをしっかり返せたらいいなと思ってますね。はい、Okada at Wrestle Kingdom, it's gonna be an eye for an eye and an arm for an arm. I'm breaking your right armI'm gonna stop you from using the Rainmaker. まあでも全然持ってもらってもいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、ブライアンも腕をね骨折した状態で僕に勝ったわけですから、まあ、僕も足が折れた状態でドロップキックしてもいいですし、腕が折れた状態でレインメーカーしててもいいですし、まあ何でもブライアンの好きなようにやれるんだったらやってほしいなと思いますね。本当にいろんなたくさんの、ね、外国人選手が上がってくれますし、世界的に海外からプロレス見に来てくれる唯一の大会だと思いますんで、うん、まあ、そこはやっぱりすごい重要な大会だと思いますね。まあ、新日本プロレスファンの人たちにはやっぱブライアンの凄さってのを感じてもらいたいですし、まあ、麺を食いたいなと思いますね。まあ、メインイベント、まあ、佐野さんの言った通り、まあ、僕を倒した2人ですからね。僕もずっと東京ドームのメインイベントっていうのをやってきた中で、まあ本当にドームのメインイベントっていうのはすごい大変な戦いかなと思ってますし、まあ、僕を倒した2人で素晴らしい戦いを、ね、新日本プロレスらしい IWGP 世界ヘビー級らしい戦いをして、最後締められるものだったら締めてくださいっていう感じですかね。はい、もちろんその中で必ずしも IWGP のメインイベントの戦いがその大会のベストバウトっていうわけではないと思いますし、ただでこう真田内藤の戦いっていうのは、まあ、僕もねどこまでの戦いになるかっていうのは未知数なので、ブライアンとの試合に勝ってですね、まあ、楽しくその試合を見られるようになれたらいいなと思いますね。はい、まあ、それはでも別に僕とブライアンの試合に限らず、レッスルキングダムにリング立てるメンバーっていうのはやっぱ必ず俺らが一番いい試合してやろうっていう気持ちはあると思いますんで、そこはやっぱ全選手との戦いになるのかなと思いますね。そうですね、まあ、2024年で、まあ、僕2004年デビューなので、まあ、20周年になりますし、怪我なく続けてこれたんですごい良かったなと思いますし、まあ、でももう本当に第一線でいられる期間っていうのはもう10年もないと思うんで、次の30周年に向けてしっかりと一年一年を大事に戦っていくしかないかなと思いますし、20年になりましたっていう時にこうねベルトがないとやっぱ寂しいですから、またねベルトを取りに行けるようにまた2024年盛り上げていけたらいいなと思いますね。まあ、でもたくさんありすぎるというか、やっぱり一番はもう本当にプロレスを盛り上げて、どん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 いろんな人にこうプロレスの良さを知ってもらいたいっていうのが一番の夢ですかね。はい、まあ、それはでも叶えられるようにどん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 しっかりと戦っていかなきゃいけないと思いますし、
プロレスの皆さんに届けさせるっていうことがやっぱ一番の大きな夢なのかなと思いますね。衝撃のギブアップ負けから半年、岡田和親、ブライアン・ダニエルソンと世紀の一戦第2ラウンド、ビル・オスプレイ、ジョン・モクスリー、デビッド・フィンデー、波乱の三つどもえ戦、宿命のライバル対決、高橋宏夢 VS エル・デスペラード、覇者と王者ジュニアタッグの頂点は